まあ今の自分がいるのは本当秀のおかげだと思ってるんで、秀という物語、あとはまあ X という物語は、まだ進行形なんじゃないかなっていう。形のない音楽っつうものになんかこう雷を打たれまして、そこから私のあのロックンロールの人生が始まってしまったわけなんです。先陣を切っていく役割をする人なのかなって俺はあの時思った。僕らの音楽を見つけてくれたのがヒデ兄だったんですよね。あいつ結構心配性なの。俺の前にどんどん出てこい。繊細な人なんですよ、すごく。出会うことが運命だったのかもしれないし、おヒデちゃんだからしょうがねえかみたいな。遊びなりでよ。やっぱすごい神経質だったところがあったと思うんですよ。ここまでは来ないでっていうのは暗黙で出してたのかもしれませんね。パーフェクトに見せるために葛藤みたいなのもやっぱあったと思うんですよね。区切りがつかないっていうか、まだあの続きの中にいるんですよ僕ら。きっと僕たちが笑ってやるっていうことに意味があったのかな。その先に見据えていた未来。俺が日本語バージョンで歌っても英語バージョンで歌ってもあんま変わんないんです。サウンドとしての僕、日本語の綺麗さとか面白さとかっていうのはこいつらに絶対教えてやろうとかって思って、日本人が作ってるんだってことを絶対僕は捨てたくないよね。バンドでありたい、自分たちのバンドであり続けたい。デタラメと言われたヒデの翼が今も羽ばたき続けている。彼は僕にとって何だったんだろう。